セッションは残り5分だ。
ルイス・ハミルトンが最高の形でレースに臨みます。明日はポールポジションからのスタートです。シュピールベルクへようこそ。オーストリアグランプリはレーススタートを前に各マシンすでにグリッドに並んでいます。レーススタートの時間が近づいていますが、ここでもう一度スターティンググリッドを確認しておきましょう。
今日のレースを制したのはキミライコネン。輝かしい記録に新たなトロフィーが加えられます。